彦山川を渡り風地や綿宮ぐに戻る山笠川渡り新興祭という名称の祭りは確認できているだけで福岡県内で2つあるここでは福岡県田川市にある風治む八幡宮の川渡り新興祭を説明するこの祭りは福岡県の五大祭りの一つ福岡県の地豊地域では最大規模の祭りである風治む八幡宮と 白鳥神社の2基の御しと宇治子の地区から11基の登山さが出荷し、登山さは御しをお供する。1日目は、お下りといい、彦山川を渡り、対岸のお旅所で一泊する。2日目は、お登りといい、1日目とは逆のコースで川を渡り、御しと山かさが、風をさむ八万宮に戻る。行くはし今江紀音の影響を受けているため、 川に入る点が他の一般的な信仰祭と異なる。り山笠には稲穂をイメージした五色のバレンが付けられており、五国宝城と無病息祭を願っている。永六年間、当時の井田村に薬病が流行した際、村の氏神である風治八万宮にその収束を祈願し、常司の霊としてり山笠を奉納されたことが起源とされている。以来今日まで、 約450年続く祭礼である。1970年に福岡県の無形民族文化財第1号に指定された。毎年5月第3土曜日とその翌日の日曜日に行われる。田川市の人口は約5万人であるが、この2日間では延べ10万人以上が県内外から押し寄せる。開催場所は田川市、井田の町地区、万奈地区。 川端地区にまたがる彦山川周辺地域である。最大の見どころである川渡りは、彦山川の新橋、万全境間で行われる。最寄り駅は JR、平成地区鉄道田川板駅。最寄りバス停は、西鉄バス南大通りバス停。このほか臨時駐車場も用意される。鐘の音には、内鐘と外鐘がある。内鐘の方が、調子がよくきれいに聞こえるが、 打ち鐘はもともと踊り山笠の音であったとも言われる。山笠の担ぎ手は高校生以上の男子であるが山笠内部で鐘を叩いているのは基本的に男子中学生である。しかし近年は少子化の影響もあって女子中学生が叩くこともある。毎年ゴールデンウィーク頃になると鐘叩きの練習が始まる。この鐘の音が周辺地域では 風物詩ともなっている。ありがとうございます。